こんにちは、谷口小太郎です。本日は、データベーススペシャリスト試験を受けてきましたので、その話をしようと思います。7年前ぐらいに受け始めたんですが、データベースに関してはなんかモチベーションが上がらなくて、結構受けてない年がちょくちょくあって、でなので意外と今回3回目です。今まで過去最高にはできたと思いますが、午後1受けて午後に受けないで帰りました。なので今回絶対打ちましたしかも午後1は問い 1,2,3 あって2問選択なんですが、1問しかやってません。だから絶対に落ちてます。でこれなんですけど、前回もそうなんですね。前回も1問しかやんなくて、今回もまた同じことをしてしまいました。ちょっと前回の動画で見てくれてる人いれば話してるんですけど、今回私はデータ管理者という立場で受けるっていう。でそれはどういうことかというと、論理層というかデータモデリング的な問題を選ぼうと思ってたんですね。選択肢でもう迷わず選ぼうと思ってて、ただ3問中1問しかなくて、それがそう3問中2問あると思ってたら3問中1問で、あと残り2つが結構実装側の問題だったんですね。多分ね、ちゃんとやったら違ったかもしれないですけど、パッと見た時にそのように見えたんですね。ここ何ヶ月か仕事の方にすごい注力していて、休みになるとですね、休みたくなるというか休憩しかできなくなってしまって、だからやりたい順みたいのがあるじゃないですか。全体的な時間がないと優先度というものは取捨選択になるんですね。優先度っていうのは全部できるから優先度であって、どれかしかできない場合っていうのはなかなか難しい。何が言いたいんだというと、モチベーション的に自分でやりたくない順序のやつを上に持ってくる場合に、全部できるんなら後でできるんだけど、取捨選択の場合は自分的にはやりたくないやつを やるとやりたいやつができなくなっちゃう。でおかげでまあ極悪情報とかを見てしまうっていう、まあ見たくてもね平日見れないしっていうので、そんな感じでじゃないよっていう。毎日ちょくちょく勉強してきたんならもうあれなんですけど、ずっとなかなか勉強できてこなかったので、昨日は休みだったんですけど、付け焼き場感があって、もう前日になんかちょっとなっていうやる気があれでしたね。下がっちゃってましたね。だからもうかけてたというか、データ設計の問題が出たらもうそれでもうアドリブというか、データ設計の問題ならまあその場で読んでもう考えてやろうと思っていたんですけど、そういう問題でもなく、問1はデータモデリングの問題だったのでやりました。だから問1だけで今回何点取れるかっていうチャレンジみたいな感じになってます。まあ40点取れてたら嬉しいなっていう気持ちです。今回受けて非常に良かったなと思ったのは、とても良い本に巡り合ったのが今年の収穫です。っていうかもう生涯の収穫というか、ものすごく良い本に会いました。でそれは概要欄に貼っときます表のサイエンスっていう本です。もう絶対読む価値あり。私はそれを読んで関係スキーマとかがものすごいよく理解できたので、理解というか頭に入ったので、読む前と読む後でレベルが上がった。自分で言うのもあれなんですけど、スキルが一段上がったっていう感じがする。古本しか売ってないんですけど、その本を全部読んでみると読む前より絶対良くなってます。あなた自身がっていう読んでない人がですね。あとデータベースふわっとした理解の人とか、もうくっきりするので明確になるというか、思考がクリアになるというか、このくっきりした感覚がものすごく心地が良い。問題見てももうね、わけのわからん言葉に翻弄されなくなった。ああなんだ、大したこと言ってねえじゃんっていう。仕事の谷間とかがうまいことこの試験期間に合っていたら結構いけたんじゃないかなって気はするんですけど、仕事の今山というかね、一番忙しいんじゃないかぐらいのやつがこの先週とかだったので、先週先々週とかこの1ヶ月間とかだったので、もうダメですね。今回の問題で気づいた点ですけど、データ管理者の立場で受けるって前回宣言してたんですけど、それは無理だなって思いましたね。なぜかというと、今回午後1でその3問中2問がデータベース管理者向けの問題だったからですね。というか最近私は思っていたことが1個あって、そのプログラマーというのはこの世に存在しなくて、 SE 兼プログラマーしか存在しないなって思ったんですね、この世には。でそれがデータベーススペシャリストにも当てはまって、おそらくこの世には
データ管理者っていうのはいなくて、データ管理者兼データベース管理者なんだろう、だからこんな問題が出るんじゃねえかっていうふうにちょっとね悟ったっていう感じです。であともう一個気づきなんですけど、これはちょっと頭が疲れすぎると見ることしかできなくなる。なんか書いたり考えることがもう本当に疲れていて、見るだけならできるんですよ。本当それこそドラマ見るとかはできるんですね。疲れていても見るだけならできる。だからこう見るだけでもし勉強ができるような何か分かりやすい本とかがもしあったら、疲れてても多分できる。読むだけならできると思うんですね。で、何が言いたいかというと、そういう仕事が忙しくて疲れているけど何とか受かりたいっていう人は、結局できないなら読む方に力を入れた方が効率がいいんじゃないかと思いました。昨日一日過ごして思った。結局昨日やろうとして、やろうやろうと思いながら、なんか全然やる気が起きなかったので、それならなんか読むだけみたいのに、もう花から決めてしまった方が、これ読むぞみたいな、その方がもしかしたらできたかも。そういう意味ではネットワークスペシャリストもなんか読むだけみたいなのは力入れてもいいのかもしれないですね。落ち続けているのが結構残念なので、ちょっとね、簡単な試験受けようかなって、本当本気で。何回か簡単な何か受けて、ちょっとこう気分を良くしてからネットワークスペシャリストに行こうかなと思ってます。ということで、資格系のなんかね、興味があって、見てる方は何か変な資格をまた受けると思います。それ勉強して面白かったことあれば動画にするので、見てもらえればと思います。まあ、わかんないけど。じゃあ、データベーススペシャリスト試験受けてきたという動画でした。以上です。バイバーイ。